オアハカのイエズス海教会のキリストの降誕の模型の一部、ヨセフとマリアがオアハカ風の衣装をまとっている。メキシコのクリスマスは12月初旬から1月6日にかけて祝われる。また、これに関連する最後のイベントは2月2日に行われる。クリスマス期間中はキリストの降誕を人形で再現したものやポインセチアクリスマスツリーなどを見ることができる。 クリスマスのシーズンは、メキシコの守護聖人であるグアダルーペの聖母にちなんだ、祝祭や、それに次いでラスポサダスや、パストレラなどの伝統的な行事が行われる。ミサや祝祭は、クリスマスイブから始まり、東方の三博士が訪問する1月6日の高原祭を経て、ニノデオスと呼ばれる幼子イエス像を教会に、検定する聖職祭で終わる。これらの伝統的行事は、 スペイン植民地時代に入植以前からの伝統とスペインの伝統が混ざり合ったもので後にはドイツやアメリカの伝統を取り入れ形成された。クリスマスの装飾がされたセイアウグスティヌス教会の主催団メキシコでのクリスマスシーズンは12月9日から始まり1月6日にかけて行われ、クリスマスに関連した最後の祝祭が2月2日に行われる。 これら様々な伝統的な行事は、土着の言い伝えやスペイン発祥の慣習、植民地時代に新たなメキシコ人が作り出したものや、後にはドイツやアメリカからの要素が混ざり合ったものである。市場では11月後半からクリスマス用品が売られるようになり、伝統的なポインセチアやクリスマスツリーなどキリスト交代に関連する様々な品物やオーナメント、電飾、 トナカイの置物などを専門的に売るティアングイスと呼ばれる屋台が現れ、市場は伝統的に盛り上がりを見せる。12月からは多くの家や商店、その他の建物が、ノチェブエナと呼ばれる風習により、ポインセチアによって飾られる。ノチェブエナとはスペイン語で、良き夜を意味し、クリスマスイブを示唆している。メキシコ原産の陶器の花であるポインセチアは、 メキシコ植民以前は、クエトラショチトルと呼ばれ、戦いで倒れた戦士たちが、ハチドリや蝶に生まれ変わり、ポインセチアの蜜を飲むために戻るとされ、新たな生命のシンボルとされていた。現代のメキシコの言い伝えでは、ポインセチアは、子供が幼子イエスへと花を捧げることができるように、奇跡によって草から美しい花に変わったとされる。この植物の名前は、 クリスマスシーズンにのみ提供される色の濃いボックビールを指す言葉としても使われる。チワワメインプラザのクリスマスツリーと電飾クリスマスツリーはもともとはメキシコに海外から駐在しているコミュニティが持ち込んでいたものであったがメキシコの住人へとその人気が広がりキリスト交代の場面やその他の場所でも置かれるようになった。個人の収入が増え樹木の値段が下がり ウォルマートやコストコ、その他のメキシコのチェーン店で簡単に購入できるようになり、クリスマスツリーはより一般的なものとなった。植木も一般的なもので、メキシコのクリスマスツリー生産は今日では一大産業となっている。植木を買う余裕のない家庭では、小さな人工樹やその地域の木、低木などを利用する。2009年には、 メキシコは世界最大のクリスマスツリーを模様し、ギネス世界記録へと登録された。これは、パセオデラリフォルマのグロリエンタデラパルマに置かれた高さ110.35メートル、重量330トンのツリーであった。また、伝統的な赤い冬装束のサンタクロースも現れ、クリスマス前に子供たちがサンタクロースと一緒に写真を撮ることができる。 スタンドがある風景は珍しいものではない。クリスマスの翌日からは一人ないし複数の東方の3博士がスタンドに登場する。今日では多くの子供たちがサンタクロースと博士の両方からプレゼントをもらっているが、どちらかといえば3人いる博士からはより多くもらうことができる。クリスマスシーズンを祝う多くの公共の催しにはメキシコと 海外からの伝統が混ざり合っている。メキシコシティが市外部の中心広場ないし、ソカロにおいて大きなクリスマスツーリーとスケートリンクを公演することは伝統となった。キリストの降誕シーンの展示はパセオデラリーホルマーに置かれる。シーズンを通して伝統的な、また現代的なクリスマス音楽を聴くことは一般的になっている。伝統的な音楽としてはビリアンシーコが挙げられる。 具体的には、ロスパストレスベレン、リュウ、リュウ、ジウ、エルロボラビオソ、ロスペセスエンエルリオなどの有名曲がある。現代的な音楽では、ジングルベルのスペイン語カバーなどの海外曲がある。ソチル族の服装を着たニーニョデオス最も、伝統的かつ重要なクリスマスの装飾は、キリスト降誕場面の装飾である。 一般的には12月12日に展示され少なくとも2月の2日まで各家庭や職場、教会などで見ることができる。これらは植民地時代の初期から持ち込まれたもので、初期の修道士たちが先住民に彫像の彫刻を指導したことから始まる。この交担場面の基本的な構成は他の国々のものと同様で、生家族に焦点を当て、それを取り巻く天使、羊飼い 賢者、動物に大きく開かれた小屋かあるいは洞窟のような岩屋や石で作られた小屋の形を取る。上部には星が飾られ、電色で光るようになっている場合も多い。植民地時代より、いくらかのメキシコ先住民によるねじれが加わっていて、これは土台をスペイン苔で覆うことから始まる。高端の模型からは、クリスマスイブまで幼子、イエスの像は覗かれる。また、 他の像などは、一般的には、模型と比例した大きさとなるが、イエスはそれに比べてとても大きく、実際の赤ん坊と同じ大きさとなる。これは高端場面装飾の中心であるだけではなく、2月2日にこの人形を教会に持ち込み、祝福を受ける伝統においても、重要視される。伝統的な幼子、イエスの人形は、陶器や石膏で作られる。 最もこの伝統を守る地域の一つがグアダラハラであり、中でもトナラとトラケパケの街が挙げられる。11月下旬から12月にかけてのトナラの市場では、いくつもの露店がキリスト高炭装飾に関するものだけを売るようになる。一般的なキリスト高炭装飾に加え、メキシコの模型にはいくつものユニークなものがある。これには、メキシコの生物である、 うちはサボテニア・ナナメントリ、トルティーヤを作る女性、川の中の魚、時を告げるオンドリ、闇に隠れるルシフェルなどが存在する。装飾には様々な大きさや構成物の異なる模型が見られる。大きな装飾のうち、とても凝られているものでは様々な景色や群まることが模型中に作られる。これらは通常、丈夫な茶色の紙を土台とし、紙をしわにして、 地形を再現し、場合によっては、土台が何層にも重ねられる。この土台は、苔やおがくず、砂、色紙、絵の具などを用いて覆われ、砂漠や草原、川や湖などが再現される。これらの上には、家や、教会や井戸、果物や野菜を売る屋台、遊んでいる子供たち、音楽家やダンサー、料理人など、広く様々な構造物や人形が置かれ、中央の、 聖家族を取り囲むように配置される。ジャパラの境界にある模型では、アフリカを代表する野生動物や、イグルー、キグツなど世界各国を連想させるものが集められる。メキシコ原産のノチェブエナは、クリスマス時には装飾として、広く用いられる。大まかな意味では、羊飼いを演じるという意味のパストレラは、集団で行う、クリスマス劇のことである。 アマチュアかプロフェッショナルであるかは問われない。このクリスマス劇はもともとは植民地時代の初期にクリスマスの出来事を教える説教のために行われたものであった。伝統的なパストレラは羊飼いに天使がキリストの誕生を伝えることから始まる。羊飼いはベツレヘムの星を追いかけるが道の中途で悪魔が訪れることを邪魔するために悩まされる。しかしながら 羊会は最後にはたどり着き、勝利に終わる。演劇の脚本はしばしば役者によって、即興で行われるため大きく異なり、ジョークや、ヤジ、俗語や、歌、卑猥なユーモア、議論、タバコ、敵イラ、夕闇の女性など様々な要素が含まれるが、主としては悪魔とその策略への抗いに焦点が当てられる。最も伝統的な演劇は、農村部で見られる。 マリアとヨセフのベツレヘムへの旅、大天使ミカエルと悪魔との戦いなど、様々なバリエーションが見られる。クリスマスシーズンは、メキシコの守護聖人であるグアダルーペの聖母を敬う、祝祭から始まる。12月3日より、グアダルーペの聖母を敬う9日間のノベナが始まり、記念日である12月12日に終わる。この時期に関連する、 最も重要な催しとしては、メキシコシティ北部のバシリカへの巡礼が挙げられ、人々が飛行機から自転車まで全ての交通機関を用いて敬意を払うために訪れる。この巡礼は、人種や社会的階級に関係なく、多くのメキシコのカトリック信徒によって行われる。一例では、毎年数百人の日系メキシコ人たちが着物で巡礼を行っている。 聖堂とその周りでは12月11日の夕暮れから翌日まで夜通しで先住民族の人々が踊り花火やライトが焚かれる。この聖母像はメキシコ中で様々な形で敬われる。オアハカでは12月11日にパルケリアノで主要な催しが行われファンディエゴの服装をした少年たちが教会で祝福される。12日の極めて早朝には聖母のために ラスマニアニータスが歌われる。ポサダでピニャ歌を壊す、合計12月16日から24日にかけて、ポサダ、ポサダスと呼ばれる一連の行進とパーティーがあり、多くの子供たちがクリスマスシーズンの一つとして期待する。伝統的には、スペインの伝道師たちがクリスマスの物語を先住の人々へと教えるもので、土着の神である。 ウィツエロポチトリ誕生の儀式に変わるものだというという触れ込みで始められた。今日ではある時には農村部や社会的に低層に置かれる人々の間で頻繁に行われる。この行進の始まりは最も伝統的なやり方では地元の教会からそれぞれの9日間の日暮れ後に行列が出発し、 少女と少年が一人ずつ、それぞれマリアとヨセフの衣装に身を包み、残りはろうそく、紙でできた、超人、装飾された桶に用いられる、細長い板や空の海馬桶などを運んで行進する。マリアとヨセフの衣装に身を包む者がいない場合には、一般的には、キリストの生誕の模型に使われるマリアとヨセフの人形が運ばれる。ポサダは、一般的には、 隣人付き合いを円滑にするものとして役立つ。ポサダのバリエーションの一つでは、行列が家に到着すると二つに分かれ、一方は外に残り、避難のための居場所を求める、伝統的な歌を歌い、もう一方は、家の中からこれに応える歌を歌う。これにより、全員が中に入り儀式が終わる。別のバリエーションでは、行列は三軒の家を訪れて歌い、三軒目で、 受け入れられるまで最初の2件ではわざと断られる。ピニャータは伝道師たちが先住の人々へキリスト信仰を教えるための中介物として始められた。伝統により、ポサダの間は星型のピニャータは子供たちによって壊され続けたままとなる。行列で示されるようにメキシコのピニャータは象徴的かつ競技的な意味を持っている。入れ物は 人々を誘惑するために装飾された世界中のすべての品々を持つサタンを象徴し、伝統的には7つの大罪を示す7つの箇所がある。棒はキリストへの信仰が悪を破りすべての人へ、宝を解放することを象徴する。ピニャータの後には通常、タマル、アトーレ、ブニュエロにポンシェと呼ばれる温かい飲み物などの食事が供される。ポンシェは テホコテと、グアバと、プラムと、マンダリンにオレンジあるいはプルーンで作られ、甘み漬けにブラウンシュガーの一種である、ピロンシュスパイスとして、シナモンやバニラが加えられたもので、大人向けにはさらにラムかテキーラが足される場合がある。ポンシェのレシピは、メキシコ中で大きく異なり、コリーマ州で作られるものには、通常、牛乳、砂糖、オレンジの葉、バニラ、すりつぶしたココナッツが含まれる。 ポサダの終わりには、ゲストは、アギナルドと呼ばれるお土産を受け取り、ビリアンシーコと呼ばれるキャロルが歌われる。さらに古い伝統では、キリスト降誕の物語における幼子イエス生誕の歌を歌う。メキシコシティにある、ウニベルスム科学博物館の多面体で装飾された、クリスマスツリー最後のポサダは、クリスマスイブの始まりとなる。続いて、オンドリノミサと呼ばれる。 深夜のミサが行われる。このミサは、スペインが訪れてから6年後、ペドロデガンテ神父がクリスマスを祝う、深夜のミサを行ったことを起源とする。ミサの名前は、キリストが誕生した際、オンドリが鳴き声でそれを知らせたという伝統に由来する。この祝祭は回収した、先住民の間で人気が高まっていったもので、土着のウィゼルポチトリ祭りの要素を含み、打ち上げ花火や松明、 スパーク花火などとともに食事や踊りが楽しまれる。ミサに続いて深夜に共演を行う伝統がある。この食事会では戻した干したらと玉ねぎ、トマトソース、オリーブその他で作られる伝統的なバカラお料理が供される。その他にはレボルティジョでロメルタと呼ばれる緑のモーレナイ石、ペピータのソースとジャガイモにしばしば乾燥エビが用いられる料理がある。 最も豪華な品として、かつては小豚の丸焼きが用いられていたが、これは七面鳥やハムに置き換えられている。食事の後、大人たちはポンシェやシードルを飲み、子供たちはスパーク花火でルセスレベレンという遊びに興じる。クリスマスプレゼントは通常、深夜0時ちょうどに開けられる。メキシコでは、クリスマスの残りの日は静かに過ごされ、各家庭では前夜までの祝祭の疲れを癒し、 深夜の食事会の残り物を食事とする。12月28日は、メキシコ版のエープリルフールであるロスサントス・イノセンテスの日で、これは聖書において、ヘロデ大王が、キリストの訪れを防ぐために、子供たちを殺した出来事を由来とする。また、この日は誰かから何かを借りなければいけない日であり、この日に借りたものは返す必要がないともされる。19世紀のこの日には、 騙されやすい人から物を借りるこった作戦が練られた。これが成功した場合には、騙した勝者は貸してにメモとお菓子や小さなおもちゃを送った。このメモには、ヘロで大王に殺された子供たちを記念して、無実の小さな鳩は、騙されるあなたのことを許す。この日には、何を貸してはいけませんと記された。これが後には一般に、いたずらの日として発展した。 この日は新聞にも、高等無形なホラ話が掲載される。大晦日もまたこの時期に訪れる。いくつかの例外を除き、世界のほとんどの部分と同じように祝われる。いくつかの中南米の国と共通する伝統に、十二粒のぶどうの実を、時計の12時の鐘が鳴ると同時に急いで食べることで、新たに迎える年の各月の幸運をもたらすという、よく知られた伝統がある。 打ち上げ花火は一般的なもので、特に田園地帯の大晦日では空に向かって発砲される。ベラクルスの一部では12月31日はフィエスタデルオンブレビエホとして老人を敬う日とされる。三博士に送る手紙と風船を持つ少女。三人の王の日の前夜。ロスカあるいはロスカデレジェスクリスマスシーズンにおける次の大きなイベントはディアで。 ロストレスレジェスマゴスと呼ばれる主の高原の日である。この日の祝祭はサン博士がキリストの生誕を祝い贈り物を捧げたことに由来する。1月5日の夜、伝統的には子供たちはサン博士が訪れるとされる扉の前で片方の靴を脱いでおくが、この風習はメキシコのすべての地域で行われるものではない。高原祭に子供たちが行う別の伝統行事では、 ヘリウムガスを充填した風船に手紙を添えて、空へと送り出す。手紙では、なぜこの年が良かったあるいは悪かったかを説明し、もしこの内容がふさわしければ送られる自分が欲しい、プレゼントが書かれる。プレゼントを開いた朝、ドライフルーツが用いられ、小さな幼子、イエスの人形を入れて焼き上げられた、ロスカと呼ばれる甘いパンが供される。 自分の取り分けたパンにこの人形が入っていた人は2月2日の聖殖祭のたまる代を払わなければならない。ロスカはたまる及びアトーレと共に食べられる。キャンドルマスは2月2日に行われ、幼子イエスを教会へ検定する祝祭を行う。この日、人々は幼子イエスの人形などを携え、祝福される。これらは入念に着飾られ、伝統的には 洗礼服が着せられるが、始まって以来、多くの種類の衣装が用いられている。祝祭の後、1月6日に人形を引き当てた、人によって購入されたタマルとアトーレを分け合う。各地域には、様々なクリスマスシーズンの伝統がある。アルバラドとタラコタルパンでは、アフリカ系メキシコ人のアイデンティティのための祝祭である、フィエスタ・ネグロ・イスパーニャが12月16日から24日に、 かけて行われる。オアハカ州のクリスマスシーズンの主要な催しでは、12月18日に、この州の守護聖人である、孤独の聖母の祝祭日がある。聖母は、偶話的な出しや衣装とともに、カレンダと呼ばれる回転する踊りと共に敬われる。ブニュエロと呼ばれる伝統的な食べ物があり、これは揚げたペーストリーが砂糖で覆われているものである。沿岸部では、 聖母像はしばしば沖から、ブラスバンドを乗せた他のボートを伴いボートで運ばれる。オアハカ市では12月23日に、ラノチェデロスと呼ばれる一風変わった催しがある。この催しでは、大きなラディッシュに彫刻が施される。もともとは、キリスト公団の場面が彫られていたが、今日では大きな競技会となっており、野菜に様々な種類の彫刻が施される。 メキシコシティのソチミルコ行政区では1月6日は幼子イエスの人形としてよく知られるニーニョパが400年以上伝わる。この人形のこの年の世話人あるいは家族を変える日として重要である。行政区のナチビタス地区ではサン博士のパレードがあり、時には本物のラクダが使われる。ありがとうございます。